はい、皆さんこんばんは。スカイゲーミングの M です。今日はコードベイン13回目ですよね。はい、ボス戦の方から行ってみたいと思いますんで、よろしくお願いします。散々ね、前回迷ってやっとここまで来たんだよね。まあ一回でね、行ってもらえればスムーズに。いいよか。いいや、別人だ。自分という存在をつなぎ止めるのは記憶。壊れたブラッドコードを寄り合わせ、記憶の糸を紡ぐお方。どうどうか今一度その力で。お待ちしていました。ん？やれってことですかね。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。ああ、やれってことですよ。じゃあやりますか。3つ、じゃあ続けて行ってみましょう。また一緒に仕事ができて嬉しいわ。よろしくね、カレ。ええ、こちらこそ。後でルイにも顔を見せてあげて。きっと喜ぶわ。あの小さかった弟くんはもう大学生か。道理でお互い年を取るわけね。幸運やの私ね。時の流れは残酷だわ。まったくね。死骸が宿り、あらゆる細胞を活性化させるボア寄生体。正直空想の産物だと思っていたけど、凶暴化の原因が解明すれば臨床試験を始められるって。治療に転用できるようになれば医学にも革命が起きる。私たちの手で実現しよう。玄関の中でゆっくり眠ってるんだ。それより見てよ、外。一体何が起こったっていうの。気が狂ってるわ。ボア寄生体を利用して人の死骸から化け物と戦う戦士を作るだなんて。謎の生命体による被害は今も広がり続けてる。このままじゃいずれ考える時間すら与えてはくれないのね。ごめんなさい。
二つ目いきますか。お待ちしてどうか今一度、まあ、忘れてました。記憶の糸をお紡ぎください。人の血に対する異常な渇望、あの症状さえ改善すればレブナントは飛躍的な進化を遂げる。クイーン計画、協力させてもらうわ。それが希望につながるのなら。協力に感謝する。早速準備に取り掛かろう。クイーン計画を進めて1週間、血に乾く傾向は見受けられず、自我もはっきりとしている。素晴らしい。経過は順調だ。しかし、たまに幻聴が聞こえると。投薬の副作用だろう。いちいち気にするな。お前は言われたことだけをしていればいい。道を間違えてしまったのか。人類の希望は絶望をもたらす悪魔へと姿を変えてしまった。こんなところで死ぬわけにはいかない。カレンを残して死ぬわけには。お待ちしてどうか今一度、記憶の糸をお紡ぎください。侵害を受け継いでからどれほどの月日が流れたのか。熱い、まるで全身の血が沸騰しているみたい。カレン、あなたは無事、苦しんでいないといいけれど。激しい苦痛で私という形が少しずつ少しずつ崩れていくような気がした。もはや自分の名前すら思い出せない。それでもこの思いだけは。じゃあ、行きますか。ダメだ、びくともしねえ。
ちらへ。行くぞ。どうします？いた。まあ近づいて、うん、まあ裏側がいいっすよね多分。なんか減り方がおかしくないですか。ヤクモ先生のアタックがかなり強くなってるんですけど、これもしかしてレベル上げるとヤクモさんも強くなるんですか。あら、まずいですね。無惨した肉体が滞留している、いや囚われているのか、この空間に。こいつをケツ、なんて大きさだ。待て、様子がおかしい。肉体の再生をコントロールしているのか。壊す、あの血液。楽しくなってきやがった。最初だから弱かったんですかね。そういうことですよね。もう死にました。近づけないと。押し来た。いやー、やっぱ減り方おかしいですよこれね。ちょっとゲームバランス壊しちゃったんですか。レベル上げすぎて、なんかそんな感じですよね。これ2回目の攻撃ですよね。先生強すぎ。これ逃げてても勝っちゃいますよ多分。失敗しましたね。まあいつか勝てばね。ダメですか。先見たいんでね、もうこの際目をつぶりましょう。先生さすが。トロフィーを獲得しました。先生にあげてください。
しない。どうする、早くしねえとまた再生するぞ。このままでは。壊れたブラッドコードを寄り合わせ、記憶の糸を紡ぐ。侵害とし、継承者の体内に封印して分散保管することを決定した。バカげてる。悪魔ならヨーコールにでも突き落とせばいいのよ。アウロラ・バレンティーヌ、それはすでに試したのだ。だからって、適法律では一生棺の中で過ごすことになる。その覚悟はあるか。見せかけの人生、未練なんてない。どんな苦痛にも耐えてやるわ。それで少しでもあの子の力になれるのよ。守りたい人がいる限り、私はここを守り続ける。だから安心して、彼、ずっとあなたのそばにいるから。こんな形で再会することになるとはね。久しぶりね、ルイ。アウロラ、アウロラなのか。どうしてこんなところに。答えは記憶の中にあったはずよ。クイーンの肉体、その一かけらを人柱となって封印した継承者たち、私はその中の一人。
クイーンだと？何年も前に討伐されたはずだ。表向きはね、あなたたちも知っているでしょ。レブナントは死と再生を繰り返す、いわば不死者のような存在。でも心臓さえ破壊すれば肉体は消滅し、二度と再生することはできなくなる。クイーンもそうなるはずだった。不死の中の不死、灰になってもクイーンの再生は止まらなかった。だから封印を。そう、不滅の体である心骸を切り刻み、他者の肉体に溶け込ませることによってね。そうしてクイーンの脅威は去り、束の間の平穏が訪れた。けれど所詮は給与の一策。心骸を封印してもクイーンの性の渇望まで沈めることはできなかった。継承者の肉体は少しずつ心骸に蝕まれ、激しい苦痛に苛まれるようになった。ついにはあなたたちが見た通り、理性を失い欲望のままに暴れる獣に落ちていく。でも私の心を引き戻してくれたあなたの力、クイーンの血を受け継ぐあなたなら。何？え？あなたには心骸を鎮める強さがある。どうか苦しむ彼らを助けてあげて。この扉が継承者の眠る棺につながってる。まずは扉を探して。今のあなたなら開けられるはずよ。私はここでずっと守ってきた。他の継承者たちへと続く道と血類の源流を。やはり血類の源流はここに。扉の奥にね。そこでずっと血の涙を流している人がいる。彼女をお願いね、ルイ。彼女？それはどういう。棺に眠る継承者たちがロストに落ちて、その封印が破られれば心骸は解き放たれ、クイーンが復活してしまう。その前に、なんか出ましたね。やってみましょう。これは
私に機会を与えてくれるのね。無事なのか。ええ、死骸も今は眠るように静まっているわ。私の失われた心を取り戻してくれたのはあなたね。すまなかった。謝らなければいけないのは私の方。あなたたちに全てを託すことになってしまった。ルイ、改めてお願い、扉の奥の人に会ってあげて。ごめんなさい、少し眠るわ。眠りに誘われたのは何年ぶり。ウロラさんのプラットコードいただきましたね。今日はムービー多かったですね。でもなんとなくね、ストーリーが読めてきたんでよかったんじゃないですか。またね、次回お送りしますのでよろしくお願いします。またよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。スカイゲーミングのエムとスカイがお送りしました。